ミックス S9 を購入しました。まあ、見た目がシンプルで小型で手ブレ補正もあって422.10bitで撮れるみたいなところが、いいなと思って、あと価格ですかね、ちょっとお買い得な感じがしたので購入しました。でちょっと中見て驚いたのが、結構付属品が少なくて説明書も薄くて、USB の充電ケーブルとかも入ってなくて、なんか、まあ、ここまで少ないんだったらもうストラップとかもいらないんじゃないかちょっと思ったりしましたね。本体と本体のキャップと電池ぐらいでいいんじゃと思ったりはしました。もうほんとなんか iPhone ぐらいシンプルな中身で、この辺があれなんですかね、コスト削減とかにつながってるんですかね。でちょっと触ってみて思ったのが、この右上にあるオートフォーカスオンボタンのところに、マニュアルフォーカスでピントを拡大する機能を入れたかったんですけど、ちょっとその機能が入らなそうで、仕方なくクロップズームの機能を与えてるんですけど、そうできたらそこにピント拡大のやつを入れれたらよかったなと思っています。まあ、もしちょっとやり方知ってる人いたら教えていただけると嬉しいです。あと起動がちょっと遅い時がありますね。ちょっと何要因なのかわかんないですけど、撮れるようになるまで時間がかかる時がありました。まあ、あとの操作性みたいなところは ISO とかホワイトバランスとかっていうのは、まあ、ちょっとボタンが少なくて操作しづらいかなと思ったんですけど、まあ、そんなことはなく普通に使えそうでした。あとそうですね、シャッタースピードとかもアクセスしやすい感じになってるかなと思います。あとちょっと分かりにくいと思うんですけど、手ブレ補正ブーストのショートカットとか、あとピーキングのオンオフ、電子手ブレ補正の切り替えとかも、ボタン、デフォルトのボタンから変えて設定しています。あと USB の端子を隠してる蓋のところが、なんかこうパカッと開くようになっていて結構便利だなと思いました。なんかゴムかなんかで開けるタイプのが、まあ、自分が使ってるカメラだと多かったんですけど、まあ、それよりもなんかこうサクッと開けられる感じなので気に入っています。トラップつけた感じですね。右端にストラップが来ると手の下のところに当たっちゃうのがちょっと個人的にあんま好きじゃないので、できたらもうちょい内側にずらしたいっていうのでこの位置につけてます。でここにつけると縦に吊り下げられるので、ちょっとそれも可愛いかなと思って気に入っています。こんな感じですね。初の 422.10bit ということでログ撮影に挑戦しています。まあログ撮影っていうのがちょっとこうなんだろうな、コントラストを控えめな状態で撮影していて、色情報をできるだけ残すようにするみたいな撮影の手法、まあ、ざっくり言うとそんな感じのやつなんですが、まあそれでちょっと撮ってみてます。手ブレ補正にいろいろ種類があるので、それぞれ試してみました。ボディ内手ブレ補正は常にオンにして、電子手ブレ補正のオフ、普通、強で、それぞれに対して手ブレ補正ブースト、オン、オフの6パターンで試しています。レンズはノクトンの 35mm です。
歩き方としてはストラップをピンと引っ張って、普通に歩いた感じです。特にこう揺れを抑える歩き方っていうよりは本当にこう自然に歩いてみた感じです。ちょっと揺れ幅が大きすぎると急にこうガッとなったりするので、一旦は電子手ブレ補正なしで使おうかなと思います。適宜手ブレ補正ブーストオンオフする感じで、クロップされちゃうのもちょっとしんどいなと思うので、あとレンズ気になってるのが 40mm か 50mm あたりで考えてるんですが、まあこの辺はちょっともうしばらく悩んでどれか買おうかなと思っています。やっぱりちっちゃくて軽いのがいいなとは思ってるんですが、ちょっとスナップ的な撮り方をするのが減りそうなので、そのあたりでもちょっと迷ってるんですよね。スナップだったらカラースコッパーの新しいやつがめちゃくちゃいいなと思ってるんですが、ちょっとそうですね、ノクトン 40mm かノクトンヴィンテージラインの 50mm ですかね。まあちょっとそうですね、もうちょっとこの辺は悩もうかなと思います。さっきログ撮影してみたよっていう映像を見せたと思うんですけど、まあそれの他の映像も入れた編集したものを次回公開しようかなと思っていますので、見ていただけたら嬉しいです。はい、では今日はこんなところでありがとうございました。